い、こんにちは、キャットグルーマー協会です。この襟からしてる人見覚えないですかね。アトピーでね、かゆかゆちゃんのナッツちゃんです。こんにちは、ナッツちゃんね。2ヶ月ぶりのね、シャンプーに来てくれましたよ。皆さん応援してくれてありがとうね。私はね、獣医さんに行ってね、お耳の検査とかもしていろいろして、少しずつかゆかゆがね収まってきています。パチ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 ね。今日もね、ね、美容をしていこうと思うんですけれどもね、2ヶ月ね、私がこの間シャンプーしてから2ヶ月ですね、体の方はねシャンプーしてないっていうことなんですけど、溶かしやすくなってくれたようでね、お母さんね綺麗にね、溶いてくれて、あの時の毛玉はもう1個もありませんね。そしてね、お顔なんですけれどもね、2週間前に顎はね洗ってくれているようで、そしてお耳はね2、3日に1回先生がね、あの獣医さんが耳掃除してくださいっていうことでね、しているそうです。もうね、薬用シャンプーもいらず、今日はね、クレンジングシャンプーをしてきてもいいよってね言ってもらったそうなんですね。もっと綺麗になるぞ。おう、ほらお母さん上手になってね、お顔もね前ほどね汚れてないですね。はい、じゃあね、今日もね綺麗にしていきましょう。はい、じゃあお耳見せてください。外します。じゃーん、よいしょ。まだやっぱりね少しはねかゆいようでね、長いことね外すとねかいかいします。あら、ずいぶん綺麗にしてもらっていること、あの時とは全然違うね。口のがかゆいな。汗ピーンってしてんな。気持ちいいね、ここね。でもね、今ね、ご飯食べる時とご飯のね、あとのごちそうさまをね、こうさせてやりたいっていうね、お母さんね、言ってね、ちょっとね、襟から外せる時間がね、できるようになったんですよ。ね、こっちがね、この間はね、口裂け女みたいになってね、ひどかった方なんですけど、やっぱりまだちょっとね、この、ね、油ですよね。でね、ただれてますね。でもここまで裂けてたね、裂けてたように見えるようなね、ただれがあったんですけどね、マシですね。はい、ナチちゃん、風呂入ります。はっ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 、ここ知ってるわってね。この間来たわ。ブレークはもう綺麗になってる。この右のウィスカーブレークがちょっとね、ここがね。やっぱりやると思った。ちゅうかまえた。大丈夫。早かったやろ。はい、ではね、今日はね、獣医さんからねクレンジングシャンプーを使っていいと言われましたのでね、少しね使っていきたいと思います。保湿をしてあげると肌や紐がね
補おうとする力がね加わらないね。のでね、シャンプーとシャンプーの間の感覚がね、よく取れるんですよね。期間が空けれるんですよね。なのでね、できる限りそのクレンジングクリームのような、もので保湿をしつつきちんと皮脂を落としてあげるというね、そういう風にね猫ちゃんのグルーミング私たちのね肌や髪と一緒だと思うんですよ。なのでね優しく落としてしっかり保湿してあげましょう。でね、付き洗いとか洗濯物かみたいなねそんな感じですけどね、私たちで言うところの泡風呂ですよね。泡風呂、泡と保湿剤の入ったね、チルチルのお湯なんですよ。私の手でもチルチル、こういうね優しいグルーミング剤を使うとね手荒れないんですよ。で私はねこのみちょ先生なんかしてますとかハンドケアしてますとかって言われるけどね実は何もしてなくってねこの子たちをシャンプーする時によくすすぐんですよ。それで、自分も終わった後にきちんとねキメにねシャンプー残ったなって思ったらハンドタオルなんかでね冷たいねお水で洗うんですよ。そうするとねしっかりねキメに何も残さないのでね手荒れが起こらないというね。でスーパークレンジングクリームがねすごい保湿剤入れてあるのでツルツルがねいいのかもしれませんよね。気持ちいいです。かーって言ってもらうな。気持ちいいね。ゆったりしますやろ。そう言ったらなんか書き込みにいっぱい私も洗ってほしいとか僕も洗ってほしいみたいなね書いてくださる方がねいっぱいいるんですけどね。私ね私自身がこうやってもらったら気持ちいいだろうなみたいなねそんな感じでね猫ちゃんね扱っているんですよね。今日の色マシですね。この間よりあと比較出しますかね。でもね今日はね随分ねマシになったしそしてこうね皮脂をね取るクレンジングシャンプーも使っていいよってね言ってもらったんですけどねここからはねちょっとね優しいシャンプーね子犬子猫用ね刺激の少ないシャンプーでねやっていきましょう、この間のねシャンプーの後にもね病院に行って先生に綺麗になったねって言ってねそしてね状態も良くなったねって言ってねいい結果につながったようでね本当にね良かったなと思いますね。綺麗になったらね少しね痒みも収まるだろうしね。いっぱいいっぱいね書き込みくださってね自分もアトピーだから痒いだろうなっていうねなつちゃんに共感していただけるね書き込みもねたくさんあってね嬉しかったな。なつちゃんな頑張れって言ってくれる人がいてな嬉しかったな。
だって今回シルバーだもん。なあ、たてちゃんブラウンタビーに見えたよな。うん。子犬用で洗っていくぞ。ねえ、何が子犬用やね。何が子犬用やで。子猫用もかけ。なんかさ、何でもそうなんだけど、あのペット用品、犬猫用ってなんで犬が先やねみたいな。そしてなんかお店の人に聞いたら、いや猫も使えますよとかって言うんだよね。ひどいよね。だからね、私が作ったスーパークレンジングクリーム、犬も使えますよとかって書いちゃってるの。ワンちゃんにもみたいな。どんだけ猫好きやねみたいな。なあ、本当にな。まあね、ワンちゃんの方がね、こう飼ってる歴史もそうだけど、飼い方もそうだけど、やっぱりこうトリミングしなきゃいけない犬種。例えば、プードルとかビションフリーゼとかヨークシャテリアとかマルチーズとかってね、紐を伸び続けるんですよ。だからカットしないとお目々見えないほどこうね、毛が伸びてくるんですよ。だからさすがにこう美容にこうなんていうのかな、あんまりこうね、執着しない人でも、あ、そろそろ伸びてきたから切らなきゃっていうのがあるんですよね。で、猫ちゃんってそれ以上伸びないんですよ。ロングヘアの子でも放っておいても私たちの人間の髪みたいに際限なく伸びるっていうことがないんです。だから猫ちゃんってこうね、ほっとかれがちなのかなってもう思います。ね、私たちはね、こうやってね、セパレートになった方が使いやすいんですけど、猫ちゃんを上手にお風呂の中でコントロールできない、ね、飼い主さんなんかは臨水シャンプーの方が手間が1回で済みますよね。時間が1回で済みますよね。なのでね、こうやってね、お風呂でね、こうやってクリームを揉み込んでね、そしてね、猫ちゃん用のね、リンスインシャンプーがね、すごく時短になってね、いいと思うのでね、やってみてあげてください。こうやってクリームをしっかりね、つけてね、でね、このままついたままシャンプーしてください。そしたらもうツルピカにね、手早くツルピカになりますからね、してあげてください。夏ちゃんもね、まだまだね、この刺激の少ないシャンプーでね、やってあげたいのでね、ちょっとね、クリームね、たくさん使います。私キャットグルーマーのくせに猫あんまり頻繁に洗え洗えって言わない人なんですよね。決してね、猫ちゃんね、シャンプー好きではないと思うんですよ。いくらおとなしい子でもね。なのでできるだけ次のシャンプーなんかは後に回したいですよね。期間空けてあげたいですよね。なのでこのように洗った時にはしっかり洗う。そして保湿をしてあげることで皮脂がね、戻ってきにくいようにね、してあげるのが猫ちゃんにとっては一番いいんじゃないかな。そしてね、飼い主さんもね、お家で戦わなきゃいけない猫ちゃんなんかにはね、本当にね、期間空けれたら助かりますよね。お顔洗い待ち。気持ちいいね。痛がゆいんでしょうね、きっとね。押し付けてきますね。反対にね。
触ってやったら痛いのかなって思ったらグイグイね、もっとやれもっとやれとかって言ってきますよね。でももっとやったらなんか痛めそうなのでね、もうこのくらいにしておきましょう。早くホワイトニングシャンプーで洗える日が来るといいな。今日はね、溝に何も詰まってないです。おひげも随分ね、綺麗に伸びてきたね。今日はね、これからね、冬場になってきますよね。寒い日があって、静電気がね、だんだん起きやすい季節になってきます。ですので、今日は子犬用、子猫用の、リンスをね、ちょっとしておきましょう。反対に静電気、香りはつけたくないのはないんですけど、静電気を起こしてしまうとね、もっとかゆいと思いませんか？皆さんも経験あると思うんですけど、スカートとかね、履いた時に静電気でこう、足に絡みついてきたりね、あと、髪の毛なんかでもそうですけど、静電気ってゾワゾワってしてかゆかったりもしますよね。だから私は今日は、お医者さんからクレンジングシャンプーもいいよっていうね、肌の状態であるっていう風にね、聞きましたので、リンスをねしようかなと思います。それも子犬子猫用の静止レスのやつでねやってあげたいと思いますよ。ここ匂いもしないんや。実はね、今日ね、これナトちゃんのためにね、用意したんですよ。ね、低刺激のデリケートなね、子用のね、シャンプーとリンスです。もう寝転がりたい。よいしょ。はい、できました。ポンポンポン。優しくね、スリッパーね、かけていきましょう。さーってね、肌をね、ガリガリするんじゃなくてね、毛をね、ばらけさせるだけです。さーってね。この間、前回なんですけど、私シャンプー中にこの耳の表皮、中側の肌ですよね、ザラッとするなってちょっと思ったんですけど、今日見てください、つるぴかね、一つもザラってしないんですよ。チュルンチュルン、こっちもほらピカチュルね、本当にね、もう良くなってるのがね、すごくわかりますよね。こうやってね、お手入れしてもらうだけでね、本当にね、随分ね、良くなるんですよね。
ね、早く完全にね、まあ、完全に良くなれるっていう病気ではね、アトピーとかアレルギーってないので、症状をこう抑えるようなね、そういう風な感じなんでしょうけど、なるだけ症状を出したくないですよね。なのでね、こうやってね、衛生的に、美容、衛生的なこう美しくなるためではなくって、健やかになるための美容っていうのはね、ほんと猫ちゃんにとってね必須なんですよね。なに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 、足こちょこちょって言って、足こちょこちょって、こんなんされたら私やったらブチ切れるわ絶対怒るだって足こちょこちょこちょばいな。まあ眠たくなってきた、あんなちゃん、うん、あったかい風出てるし寝るわな、もう夜やね、今日は遅なってごめんな、うん、ちょっと混んでてんやんか。で、なんてちゃんな、シャンプーいっぱいせなあかんかったやろ、なあ、クリームもいっぱい塗ってな。やめてくれー、すいません、もうちょっとやらせてくださいじゃあ何言わんとよっか、やのか分かった、なんちちゃんのガーは嫌やって言ってんのな。うちのエキゾチックのガーはたまにこんにちはだったり、おはようだったりチュールちょうだいやったり、いろんななんかガー一つでようとかいっぱいあるんやけどなんちちゃんはどうもなんかやめてみたいね。すごい綺麗な縞模様が、なんかこの間よりなんかツヤ出たな。お父さん、この間シルバーパッチド巻かれるタビー&ホワイトって言ったやろ、スポッテッドや、シルバー巻かれるスポッテッドタビー&ホワイトでしたわあすごい、もう模様がこんなに綺麗になるようにシャンプーができたっていうことやね、今日ね、肌の調子もいいし、すごいな、もう来るたんびに綺麗になっていってくれるからめっちゃ嬉しいね、うん、そしてもう先生治ったからもう来へんわとか言われたりしてさ、はい、わかりましたありがとうございましたって言わないな。そう、病院の先生褒めてくれたお話ちょっと聞かせて、やっぱりシャンプー大切ねって言ってくれた、うんうん、よかった、こんなになんか皮脂が綺麗に取れて、やっぱり状態が良くなると、うんね、かゆみも多少は収まるし、うんうんね、うまくいけばね、お薬の量も減らせると思う。おー、すごい、うんうん、よかったな、うん、もうちょっと待ってね、ここだけ切っとこ、ね、キークキークキークはーい、ずいぶん元気になったね、ほいでね、そうなんです、うん、このね、嫌がるっていうのはちゃんと元気な証拠なんだよね、うんね、幸せになったからね、自我が出てきたね、ちゃんとね。でもだから何かしようとするとすぐ逃げちゃうから。ああ本当。だんだん分かってきてね、快適になってるんだよねきっとね。はい、では今日もありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。なつちゃんはもうどんどん元気になってますのでね、皆さん応援ありがとうございます。頑張るぞ。また3回目の美容に来てくださいね。ね。ありがとうございました。またねー。